once.熊監督から主演が佐野さんということで、この映画を撮りたいのでぜひやっていただけますかっていうことを言われて、で本を読んだんですけど、ものすごく詩的ですし、理屈では収まらないものを感じて、監督とお会いして、で監督がどういうふうに思われてるか、男の友情の話であり、でもそこに揺れ動く女の話であり、いろんなこう人間のこう心の闇だとか、つながり、つながっていくこと、人間同士がつながっていくことを表現したいっておっしゃって、でその監督のお話がとてもクリアだったので、監督にお任せしてたらきっといいんじゃないかなと思ってお引き受けしました、はい、ひょうひょうと淡々とそのシーンシーンの空気作りをされていって、でも何の違和感も感じなかったんですよね。ここでこういう風に座って植物葉っぱを拾っててくださいみたいなことはおっしゃるんですけど、でもそれをやってて、なんとなくこう私の岬像が見えてきたりとか、だからこう私は監督のおっしゃってることをやればなんとなく岬像になるのかなって思って、あまり考えないことにしたんですよね。その監督の頭の中ではもう書かれてる時点でもうイメージが湧いて書かれてるんだなっていうのがすごく明確だったので、私はひたすらその空間に漂い生き続ける、岬として生き続けたっていう感じですね。ご一緒するだけで価値がある方ですね。これって映画だよっていうこだわり、いわゆるじゃあこの時代で電信柱ないよねって言っても、そんな電信柱なんて見る方がいけないんだろうって言っちゃう監督、なんかそのなんだろう、今ってすごくこうリズムで情報型だし、リズムで攻めていくし、なんかそうしないとお客さんが納得しないんじゃないかっていう作り方になっちゃってるんだけど、そういうこと取っ払って、なんかそこにあることが事実で、これは僕の作る映画だから文句言わないでっていうなんかもうそこの部分、新藤監督にしてもしかり、まあ荒戸かんね、源次郎さんが作られたものだったり、鈴木清純監督だったり、ああいうもう独特の、もうこれ俺の映画だからっていう、その色がある監督に私はギリギリ関われた年代なんだなって思って、それをすごく財産にしたいなって思うんですよね。まあ荒井晴彦さんだったりなんかこの当時の映画全盛期っていうか、何かを築き上げたのは福間監督もそうですけど、そのピンクの映画の作り上げた人なので、そういう話とか一世代を築いた人とか、何かにこだわって突き詰めた監督っていうのはすごくかっこいいと思いますし、そういう監督ってみんな理屈じゃないんですよね。いや俺こうだからこうでいいっていう、そこが映画だと思うし、そこの見えない部分も勝手にお客さんが想像して楽しめばいいっていうものが映画だと思うし、本当に久々に福間監督とご一緒できて、こういうのが映画だよねっ
ていうのを感じられましたし、じゃあいざじゃあこれテレビでやってみろっつったら絶対できないわけなんですよね。それぞれの良さがあって、だからもうこれぞ映画っていうこだわりのある監督だったりっていう方が海外には絶対的に通用するんですよね。そういう海外の監督、色がある監督っていうのはもう大好きですし、向こうだったら特にもう役者より何よりも監督が一番じゃないですか。なんかそういう監督が若い人から出てきてほしいなって思うし、またそういう人たちと関わりたいなって思いますし、ね、あの黒澤明監督だったり、そういう時代をみんな海外の人が真似したあの時代って何が良かったんだろうって、もう一度こう映画って何なんだろうなっていうのを秋の理由でなんとなく感じたような気はしましたね。いや、ポリシーはあんまりないんですよね。その、まあ、映画ってやっぱり監督のものだと思いますし、監督がこういう絵を撮りたいっていうものにどんどん近づけていく、その中で役者さんとセリフのやり取りをして、あ、そっかってこう思って自分がこう芝居を投げかけたりとかっていうする、その空気感で成り立っているので、毎回相手は違うわけですし、監督も好みが違うわけなので、逆にあんまりポリシーは持たないようにしてますね。比較的普通な女性の役だと思うんですよね。旦那さんのキャラクターだったり、その声が出なくなってしまったっていうことっていうのは特別かもしれないですけど、まあどこにでもいる主人を支え続ける奥さん、でもその中でやっぱりどっか自分自身の不自由な部分っていうのも十分感じているし、でそこで旦那さんの友達である宮本っていう人に心を寄せて、自分の何かよりどころになっている人もいるっていう、すごくこう大人の恋愛って言ったら簡単なのかもしれないんですけど、すごくおしゃれだなって、思いましたね。特にあんまりないんですけど、最近はあんまり本っていうよりもこの人と関わっていきたいとか、そういうことの方が多くなりましたね。監督とか、はい、山下さんは前から興味がすごくあって、お芝居が好きな監督なんだろうなっていうのをどの作品を見ても思ったりして、で松田龍平さんって素晴らしい役者さんだし、でまたちょっと私が今まであんまりない静かな役どころというか、これは挑戦する意味があるなとか、今回の福間監督は福間監督だったり佐野さんと関わってみたいっていうことですし、まあ本はありきなんですけど、でもだんだんそういうことだけでもないなって最近思ってきて、監督とか出演者とかね、そうですね、あとは若い監督だったりとか、こう自分があくまでも挑戦者でこう何かに挑んでいきたいっていうようなものかなっていうのが思えた時点でやってみようって思います。
でもやっぱりいろんな経験が全部無駄になってないっていう人生経験が全て無駄にならないんですよね、女優って。いいことも含め悪いこと含め必ずその気持ちっていうのをインプットするっていうか、ああここでこうああいう気持ちだったんだよなとかって結構役に立ったりするんですよね。そういうのをなあなあで過ごしていかないで、やっぱり日々なんかそういう自分の感情に感動したりとか、ああなるほど ここで私はこういうふうに思うんだっていうのを常に客観的に見てる自分はいたような気はしますね。でもなんかこれ怖いなって思うものをやっていきたいんですね。役の中、もうそう、役もそうだし、まあ、出会いもそうかもしれないし、環境かもしれないし、なんか自分がこれ気持ちよくやれなさそうっていうところでやっていきたいなって。気持ちよくできても何にも得られないですからね。だからまだ何かを得たいと思ってるんでしょうね。怖いっていうことは何かをこう犠牲にして頑張ることだから、でそこでまた引き出してもらえるか、なんか人から何かを得るのか、新しいスタッフと出会ってこうね、通用しない部分があったりするかもしれないし、そういったところでまたへこんだり、じゃあもっとこう してみようみたいなものが生まれるクリエイティブな場所でいつもやっていきたいなと思います。